おはようございます。一ノ瀬はじめです。おはようございます。おはようございます。はい、本来は今日はねゴルフだったんですが、母ちゃんがね夜中に体調を崩して、ちょっと面倒見なきゃいけないのでゴルフはキャンセル。そして朝ごはんはマックに行って朝マック買ってきました。イエーイ。母ちゃんゼリーしか食えないけどね、うん、子供たちと僕用に朝マックを買ってみました。はい、朝ね、私たち実は、うん、あのお父さんに送ってもらうの。そう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 。だからね、でも今日めっちゃ寒い朝、外びっくりするぐらい寒い。それでは朝ごはんいただきましょう。いただきます。 Google 今日の天気は。今日も無視。 Google 今日の天気は。今日の名古屋は予想最高気温10度、最低気温マイナス1度で晴れるでしょう。現在気温0度、晴れです。マイナス1度とか0度とか、寒いな、今日は。はい、僕が買ってきたのは、炎の旨辛ダレチーズの、チキンタツタ。開けたら、どんなんだ？いくよ、せーの。パカッと、おー！すごいボリューム。それでは朝からチキンタツタいただきます。はい、母ちゃんを今病院に連れて向かっております。時間外だから待つね。時間外というよりはもう完全に、休日なので、救急に連れてく感じですね。待つね。3時間かかりそうだね。どうだろうね。あれやばいもん。あれ、ああ気持ち悪。なんだろうね。一応風邪でしょ。わかんねえよ。ちゃんとした一応風邪。ちゃんとしたってなんだ。きちんとかかった。だずっとかかってんだよ。治ってねえだけど。なんかさ、うちの人あれなんですよ。あお医者さんじゃないのにすごい断言してくる。どうしたもんかしら。だって実際になってるじゃん。いやいや、なんだ女。ちょっとほらジャブみたいなね、ちょっと違和感があったのね、起きた時おとついぐらいね、ジャブだから疲れた時にドカンってくるんだよ。おーおーじゃねえよ。おーかかどっちかか。さっきマツコデラックス2人でビデオ見てた時は爆笑して痛いの忘れたんだけど、うん、でその後爆睡したして、うん、その後気を失ったように寝て、そしたらその後激痛が来た。だから早く行くぞって。ゼリー食べるからだよね。食べたかったの。お腹空いたの。父ちゃん4日間絶食したよ。だから私にはそれはもう断念しますね。私にはと到底、私食べること生きがいいの。リアリハット地点がうるさいな。そう、ご注意ください。このナビね、本当にね、いいとこで喋ってくんだよ。びっくりするぐらい。私こんなにトイレに感謝したことないかも。トイレに感謝って、うん、あとあの2階から1階のトイレに行くあの遠さ、ええもうなんかねちょっと本当に絶望感がある、うん、ああもうダメだトイレに感謝って本当にね、トイレの神様みたいな。本当よ、あってよかったって、あってよかったけどちょっと遠いなってなんかちょっと心の中で文句言ったけどいや本当にもう汗、変な汗出るよね。出るね。あかんよってたった数1分もかかんない距離なのにびっくりするぐらい遠いよね。ほんとどう、あ私ね2キロぐらい歩くのかなという感覚ねということで早めに医者連れてきます。はい、点滴打ってくれるかな。入院かもね。やだ。僕が入院してたね、病院に母ちゃんを連れてきてね、先にねもうあの上の方が近いので母ちゃん下ろしてね、僕だけ駐車場に止めに行きました。それでは母ちゃんと合流したいと思います。はい、母ちゃんね一旦点滴で結構時間かかるので、子供たちのねご飯を食べさせなければいけないので、僕だけね先に戻ることにしますね。結局ね胃腸風邪でした。もう映らなくてよかったね。結構っていうかね、ちょっと前からね、あの、母ちゃん、あの、胃腸風邪っぽい症状が出てたんですけど、なかなかね、言うこと聞かなくてね、医者には行ったんだけど、あんまり外出ずに家でゆっくりしてなさいって言ってもやっぱりダメなんだよね。
まあ、というわけで子供たちの世話をしに家に帰りたいと思います。はい、コンビニ飯買ってお家帰ってきました。ささっと食べて母ちゃんの点滴終わったら迎えに行きます。はい、ご飯終わってね、ちょっと子供たちの面倒を見たり洗濯をしたりね、いろいろやっててかなり時間が過ぎました。なんかね、点滴もおかわりしたみたい。しかし外はいい天気だね。それでは子供たちは家で遊ばせておいて母ちゃん迎えに行ってあげたいと思います。ご利用ありがとうございました。はい、母ちゃん迎えじゃねえわ、お迎えして今ね、処方箋をもらってきましたよ。バッチリ胃腸風邪でしたね。全然元気ないわ。2本も点滴打ったのに痛みは消えた。そう、痛みと吐き気は消えたよ。素晴らしい。素晴らしい。最後4700円もしちゃった。高いな。な。というわけで、母ちゃんは今日は何も食べれないので、帰りにね、ゼリーを買って帰りたいと思います。母ちゃんから食事を奪ったら何が残る？だから、おとなしくしとけって言ったやろ。うん、言ってなかった。何言ってんだ？言ってた？さあ、とりあえず帰ろう。帰ろう？うん。夜になりました。母ちゃんがダウンしてる夜は、レトルトオンパレード。花がね、アンパンマンカレー。竹がレトルトの美味しいカレーの甘口。僕はね、どうしようかな。この牛丼にするか、ボンカレーにするか、試案中。もしくは、稲荷もあります。はい、僕はね、とりあえず牛丼に決めました。これ優先して食べたいと思います。レトルトですが、完成しました。意外といい匂いするね。まあ、一番、その売ってたとこでもね、最後の1個だったんで、人気な商品だったんですけど、結構いけそうだね。うまそう。大手メーカーの牛丼とはだいぶ変わった味ですね。まずくはないんだけどね。甘みとかその辺は全然違うね。頭の中でイメージをしてる味が大手のメーカーの味なので、ちょっと、なんか、合わない。合わないっていう言い方はおかしいな。脳で予想した味と実際味わった味とちょっと違うので、悪くはないけど、食べ進めたら慣れてくるかもね。はい、洗い物終了。それでは子供たちをお風呂に入れていきたいと思います。せーの、パカッと。おー、母ちゃん頑張って、明日の朝用のね、味噌汁の下ごしらえ、もうあとね、明日もう一回温めて、これこっちのね、味噌入れるよだけの段階で終わってます。これで明日の朝も美味しい味噌汁が飲めますよ。帰りにね、母ちゃんがこれ、なんか僕がいろいろ選んでる間に、このね、白菜漬けを買っておいてくれました。これがね、うまいんですよ。明日の朝飯はこれだね。はい、お風呂と寝かせつけ終わりました。母ちゃんもね、一緒にっていうか、寝かせつけ終わったとか、母ちゃんがね、もう今日は体力ないので、早めに寝るということで、子供たちも一緒に母ちゃんと布団に入って寝ております。ということで、ちょっとね、疲れたので、疲れを取るために、この懐かしいチョコケーキいただきたいと思います。これ、久しぶりに食うとめちゃくちゃうまいね。今日もね、母ちゃんが作ってくれたお茶を飲み干して、一日終わりましたね。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。本当に母ちゃんの体調が悪くなって、まあ、バタバタしましたが、なんとか無事に終わることができました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。